ナショナルの人気者といえばゴールキーパーレネ・イギータ。人気の秘密はこのプレーにある。ハーフウェイラインを越えて敵陣深く攻め込むプレーはまさに型破り。地元ではロコ、愚か者と呼ばれる国民的アイドルである。限界態勢の中でいよいよ最後の決戦。この試合でナショナルは3点以上の得点差で勝たなければ投票にはいけない。Va ganando Nacional de Colombia. Estamos ya casi listos para ir a la Copa Toyota, Toyota en Tokio. 絶叫するアナウンサーの、そして緑の旗を打ち振って必死の声援を送るコロンビア中のファンの祈りが神に届いたのか。195センチのストライカーウスリアガのセンタリングは相手ディフェンダーの足に当たりオリンピアゴールに吸い込まれていった。ゴールゴールゴールでナショナルコロンビア。そしてチームの得点王ウスリアガがヘッドで合わせ2点目。しかし3点目をもぎ取らなければ東京には行けない。残り時間はわずか。勝負をかけてゴールキーパーイギータがゴールを捨てて攻め上がった。イギータがサラエバラライアイギータサカウノサカオトロサバルフォントイギータロデリバルファルダポロタフォーラ。結局第1戦2対0オリンピア、第2戦2対0ナショナル、全く同点で決着は PK 合戦に持ち込まれた。ここでイギータに神が宿ったのか。右に左に PK を4本もストップしたイギータ、最後のキッカーに夢を託した。激しい戦いの末、ついにリベルタドーレス杯は初めてアンデスを越えてコロンビアに渡ったのである。野生のゴールキーパーイギータ率いるナショナルか、世界最高のストライカーファンバステン率いる AC ミランか、南米とヨーロッパが東京で激突。トヨタカップ、コパトヨタ en Tokyo。 12月12日、夢の軍団 AC ミランがお揃いのミラノファッションで来日した。右膝の怪我で残念ながらクリットは来日できなかったが、ファンバステンをはじめバレシ、ライカールトらスーパー軍団は健在。この日一行は空港で一息入れる間もなく練習場に直行した。翌日から本格的な練習が始まる。さっき監督の指揮のもと綿密なスケジュールを精力的にこなす。ペナルティーキックの練習にも時間を割く。名手イギータを意識してのことだったのか。さらにフリーキックの練習は入念。一本のフリーキックが勝敗を分けることもあるからだ。練習の後、選手たちは奥さんを連れて秋葉原の電気街に出かけ、束の間の東京の休息を楽しんだ。高級鳥の選手たちにしては買い物は意外につつましい。ちなみにトヨタカップに勝つと AC ミランのイレブンには1人1000万円のボーナスが約束されていた。
万世橋の上で甘いキスを交わしたのはフリーキックの名手ドナドニ。イタリアンらしいおおらかさだ。この日ナショナルメデリンが成田に到着した。シックなミランの選手たちに対し全員ジャージ姿。注目のイギータは東京の寒さに備えて分厚い手袋を用意していた。ナショナルもホテルに向かわず練習へ。こちらも気合が入っていた。翌日バスで練習に向かうナショナル。陽気なイギータは大試合前とはとても思えない。一見奔放に見えるナショナルイレブン。しかし毎朝聖書を読むことを欠かさない敬虔なクリスチャン。ファーストネームのレネ、背番号1と刻んだイギータの金のペンダント。リベルタドーレス杯の決勝でもつけていた彼の守り神である。ウォーミングアップを済ませると練習が始まる。彼らの練習はミランとは対照的。どこかあのストリートサッカーを思わせる自由奔放さが感じられる。ゴールを守るイギータのバネはさすがに超人的。練習の仕上げはこのプレー。果たして AC ミランを相手にどこまで上がれるのか。さて AC ミランはビッグゲームを戦うときは必ず専属のシェフをミラノから連れてくる。史上最強のチーム AC ミランのエネルギー源はパスタ、チーズとオリーブオイル。そのパスタ、チーズ、オリーブオイル、そしてなんと野菜までイタリアから空輸するのである。大試合を前に選手の食卓を預かるシェフもまたトヨタカップを戦うもう一人の選手である。Non posso mangiare la carne prima delle partite. 24 ore prima del match non posso mai mangiare la carne. Quello che chiede è solo di andare in campo come io e Mauro Cicini, di andare a fare una foto con la coppa in campo. その点ナショナルメデリンの食事はおおらかで、調理はホテルに任せっきり。甘いものが好きな選手たちにはケーキと1人当たり4本のコーラが用意されている。そうですね、今までのチームでしたと、まあ、お肉でしたらずっとお肉を食べてるという形が多かったんですが、今回はまあ、僕たちもびっくりしてるんですけど、魚が入ってきたということですね。試合の当日まではほとんど魚っていうのは食べなかったんですが、今回は魚が入ってきたということで、まあ、びっくりしてるところがあるんですけどね。決戦を明日に控え、国立競技場で公開練習が行われた。時差ボケで練習を1日休んだファンバステンも元気に復帰。キャプテンバレシは軽く足慣らし。代わってナショナルメデリンの練習、ミランのサッキ監督がスタンドで見守っていた。お目当ての選手はやはりイギータ。しかしイギータはセンターフォワードを楽しんでいた。おまけになんと3得点。これはさっき監督を欺く作戦だったのか、それともイギータのデモンストレーションだったのだろうか。
向こうのチームにはギータという素晴らしいゴールキーパーがいるんですが、tante grande perché abbiamo anche siamo riusciti anche là in Italia di fare gol anche contro i grandi portieri. Hasta el jugador Van Basten, si no le molesta salir la cámara, un pequeño mensaje. No, un pequeño mensaje que ojalá no cuente con la suerte, que la suerte en el día de mañana esté con nosotros, porque nosotros, digamos, tenemos un poco más de hambre que ellos y ojalá nosotros seamos los vencedores de este compromiso. ファンバステン、イギータ、90年代の世界のサッカー界をリードするこの2人がどんなサッカーを見せてくれるのか。世界に散らばる33万を超えるクラブチーム、その世界一を決めるヨーロッパサウスアメリカカップクラブ世界一決定戦、海外96カ国を結んでお送りします第10回トヨタカップ、今キックオフになりました。赤と黒のファッションがヨーロッパの切り札 AC ミラン、イタリアです。右にエンドを取ります。緑と白があの広大な南米大陸を制したコロンビアはナショナルメデリン。試合開始わずか2分、ファンバステンがゴール前にドリブルで持ち込む。イギータも素早い出足でこれを防ぐ。早くも火花が散るような対決。フリットを欠いてナショナルのマークはファンバステン一人に向けられた。厳しいマークにさすがのファンバステンも十分な仕事ができない。誰が勝つんだ、ナショナル、どこが世界一なんだ。おっ、イギータ飛び出した。イギータです、これがイギータ。イギータは随分行動範囲が広い。もうこれでね、3度目のプレーですね、はい、ペナルティエリアの外へ出て、はい、そしてドリブルで味方にパスを出す。世界で初めてこんなキーパーいましたよ。こういうキーパーいませんねさあ、ナショナルメドリン攻めに入ります。一方のこのグリーンのインフォーム、南米大陸を初めて制しましたコロンビアクラブチーム。そしてファンバステンが持った。ファンバステンからマスターロ持って、イギータ飛び出した。イギータが返す。いい展開になりました。ファンバステン怒っています。何をしてるんだという表情でしょうか。ゴールからね、ペナルティエリアの角ぐらいまで出てきましてね、1対1を防ぐ。ここですよ、これ出てきたでしょ、こんなキーパーってのは今までない。とにかくいろんな飛び出しすぎるとかいろんな批判を受けるけれども、僕のやり方がベストなんだ、私が南米一のキーパーなんだと言っておりました、ホセレレ・イギータ。さあ、ファンバステン持った。ファンバステンかわした。さあ、痛いシュート、どうだ、入ったか。いや、入らない。ファンバステン惜しくも入りません。ファンバステン AC ミラン2本目のシュート。今はね、いいチャンスでした。イギータがちょっと早めに出てきたのをですね、ファンバステンがそれ読んだんですよ。読んだ、はい、でふわっと浮かしたからこれはと思ったんですけど、コースがずれちゃった。ここですね、これはね、ファンバステンの一番得意なプレーです。ここで出てきたでしょ。うわー、わずかにコース切れました。前半のファンバステンのシュートはわずかに1本。ナショナルの守備的な試合運びが功を奏した。後半、ナショナルはリベルタドーレス杯優勝の立役者ウスリアガを投入。マツラナ監督もこの強運の男に運命を託したのだ。このナショナルメドリン AC ミラン、コーナーキックの数も両方1本ずつ前半、シュートも3本ずつなんですよ。互角、全くの互角です、それからですね、前半あれだけ動いたイギータですけれども、汗一つかいてないですよ。これはウスリアガです。この人はセンタリングうまい。ウスリアガ持ったその前、これがウスリアガ、1m95cm あります。これが日本に来た一番大きなストライカーでしょうね。しかし不気味ですね。不気味ですね。フォワードのラインとバックのラインが非常にですね、距離が短い、その中にですね、20人の選手が入っちゃってるわけですよ。そうですね。ですからね、なかなかね、シュートに持っていけない、これが現在の世界のサッカーなんですね。初
hombres del Milán quedan con persecuciones individuales.試合も大詰めに近く、ラジオコロンビアのアナウンサーの絶叫も一段と高くなってきた。チーム創立53年目、念願の世界一をコロンビアの空に届けよう。両チームの監督ともに3年前からこのチームを手掛けてここまで持ってきた人であります。監督同士の互角。イギータが出ました。イギータが出た。おー、イギータここまで出てきた。ゴールはガラ空きだ。誰もいない。ゴールはガラ空き。イギータまた戻ります。イギータ戻った。イギータからチャンスが生まれた。8番のアルバレス、これです。イギータオンステージ、まさに奇想天外。やってはならないプレーなんですよ。やっちゃいけません、やっちゃいけませんね。それをね、平気で行くところにね、この選手の偉大さがありますね。そうですね。夢のキーパーナシトの目で、あーっと薄り上がった。薄り上がる、打てない。その前にファインプレー、よく逃げました。間一髪でしたね。もう本当にね、一瞬の隙をつきましたね。コロンビアの黒潮トレです。今これはエバーニを入れます。膠着状態が続くAC ミランのサッキ監督もついに動いた。左利きのエバーニの投入。彼は控え選手だが、スーパーカップの決勝点を挙げた隙を買ったのかもしれない。ところがこのゲームの流れの途中でね、変えるということはやはり思ったように計算ね、ゲームが進められてないということなんですよ。それで松原監督の行動ってのは全く選手と逆の行動なんですね、はい、ライバルとからパスが出て10番のアンチョロッティ、そしてロングシュートはどうだ。いいだ、弾いた、いいだ、弾いた。おっと、足で逃げる。早いな、早い。 0.2 秒、反応の速さ。いいた、さっき監督の期待に応えてエバーニの左足が火を吹く。イギータの俊敏な動きで事なきを得た。しかしエバーニのこの一撃で試合が動き始めた。イギータあんなとこ行ってますね。おー、打てるもんなら打ってみろ、 AC ミラー打ってみろという、そういう表情でもう出てます。しかしゲームはさっきが勝ちました。互角ですね。さっきが左へ、もうすでに手元の時計では45分を経過しています。ロスタイムを取っている。ロスタイム、ライカルト持った。ライカルトシュート打てるか。パスを伝えた、持った、打てる。イギータ、いやーっと飛び出した。イギータファインプレー。終了間際、イギータ対ファンバステンの対決はクライマックス。際どいところでイギータが世界一のストライカーを封じた。そして試合は延長戦。延長後半、 AC ミランゴール前でのフリーキックのチャンスが増える。おそらくドナドリが蹴るでしょう。ゴールまで何メートルありますかね。25メーター、もうちょっとありますか。25でしょう ね。イギータが指示を出している。お、ウスリアガも戻ってきました。ウスリアガもディフェンスラインに入った。全員で守ります。ナショナルメデリン、そしてドナドーニ、7番ドナドーニ、イタリアの心臓。ドナドーニが決めるか。フリーキック、ドナドーニだ。あーっとダメだ、高すぎた。フリーキックの名手ドナドーニ外しました。延長後半、今2分経過。さあ、AC ミラン持ち込んだが、これがどうか。ダイレクト一発、どうだ。ゴール前こぼれた、打てる、シュート、どうだ。いやー、ダメ。わずかに切れました。ファンバステ絶好のチャンスを逸しました。 AC ミラン、イギータとファンバステンの一騎打ち。しかしわずかに左外れました。わずかでしたね。わずかでしたね。3センチ、ゴール後ろ。それでも決着がつかない場合は PK 合戦。さあ、ミランでもこれ絶好のチャンスですよ。約30メートルぐらいですね。これはチャンスです。正面ですね。これで決めてみろ。延長後半9分、残り6分しかない。いや、5分だ。今5分です。試合時間5分しかない。イギータ止めるか、誰が蹴るか。ドナドーニがもう一回蹴るか。アンバステンか。さあ、どうだ。シュートはダメだ。
選手の体に当たりました。残り3分、誰もが PK 合戦を予想した。残り3分ですね、松本さん。ですね。3分です。3分で決着がつかなかったら PK 合戦。ただね、3分でもね、目は離せません。そうですね。さあダイレクト、ダイカルト、そしてパスが上がった。シュートです。打てない。ヘッディング。あ、PK か。いやいや、外でしょ。外側ですか。PK ならない。外側、かろうじてわずかライン上。ペナルティーエリアの中でファールをしますとペナルティーキック。ヨーロッパのエースカンバステゴールを割ることができません。しかしこれはサヨナラのフリーキックになりそうだぞ。ドナドーニが決めるか。画面奥の方がドナドーニ、手前の方はエバーリ、キーパーイギータ。フリーキック、これまで絶好のチャンスを2回しているドナドーニ、だんだん距離が近くなってますからね。さあドナドーニ、残り2分を切っている。レシーブラン絶好のチャンス。イギータ、さあイギータの見せ場だ。レシーブランサヨナラ勝ちか。0対0、残り2分を切っている。1分30秒だ。勝負、勝負だ。どうだ。決まった。レシーブラン決まった。1対0ゴール。レシーブラン、イギータ動けなかった。イギータ動けない。レシーブラン1対0。延長後半残り1分30秒。レシーブランヨーロッパチャンピオン1対0。フリーキックついにやりました。多分ね、右サイドの壁がねちょっと内側だったんですね。もうちょっと外にね壁を作っとけば、あの向こう側ですね、はい、イギータはファンバステンを完全に抑えながらエバーニのスーパーフリーキック一発に敗れた。ファンバステン世界一決定戦、もう時間がありません。ロスタイム今ホイッスルであります。トヨタヨーロッパサウスアメリカカップ AC ミラン20年ぶり2回目世界のクラブチャンピオンとなりました。1対0、最小得点差でコロンビアの野生児たちはヨーロッパのスター軍団に下った。